はい、というわけで今回も風のタクトをやっていきたいと思います。今日から攻略するのはここ神の塔ね。まずここの本殿に入るまでに、まあ、ちょっとしたギミックがあるので攻略していきましょうと言いたいところなんですけどもね、まあ、ちょっとねそれが忍者のごとくそれがね回避できるという荒技があるというのですが、やったことはないが試してみる価値はあるというのか。はい、というわけでここがまず神の塔。この中にねちょっとしたダンジョンがあっていろいろめんどくさいんですけども、でこの真ん中に水が流れてるとこがこの神の塔の入り口で、まずここ降りるね、集中しますからね、ちょっと口数が減るかもしれませんがよろしくお願いします。この水かさが減ったり増えたりしますからね、急いでここに登る登る、 OK 大丈夫、よし、ここに登ります。でここちゃんと走って、ここのまず瓶を割る、ここまでは OK で、これを持ち上げる、埴輪これ重要ですよ、でここに乗せる、よし OK、 ここまでは順調、はあはあ、ここ視点を変えてここに登る、でデクハンデデデクの晴れここに移る、でまずここもうここ重要、ほんと重要、いきますよ、ちょっと待って待って、ぶら下がるぶら下がる、よし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 、うんうん大丈夫か、この目線的に危ない、この内面世界に、よっしゃよっしゃよっしゃ、これいけるかいけるかいけるか、いったいったいった、いけるいける、いけないいけないバカいけないよ、ちょっと待て、いや待てよ、いけるかもしれん、ここにまず待機しておくね、リンクの肺活量がちょっと危ぶまれるが、待てよ待てよ、水かさが上がるまでちょっと待ってください、いったいったいった、よっしゃいった、見てください皆さん、頑張りました、俺もここまで来るのにどんだけカットを重ねたことかね、ここ通れないんですよ、これ走ろうとしても、では神の塔、攻略していきたいと思います。見事成功しました、ここまで来ればもうかじげですよ、よしこいつ、あ華麗に避けれない、こいつらは華麗に避けて、あれん、あそうか、この埴輪を ああいうねなんかちょっとね、お決まりのゼルダお決まりのこういう置物を置いて、ああっこいつ強いな、ちょっと待って、喋らせてもくれない、喋らせて、ちょっと待って、あいつ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 、ま、え怖い、待てよ待てよ、これ無敵じゃないかこいつ、あいつ怖い、めっちゃ怖いめっちゃ怖い、よし置こう、いいとこに置いて、よしもう一個、あいつ怖い、よし持ち上げ、もうリンクさんリンクさん、ここで死んじゃいけないぜ、あいつの目玉、いけないかいけない、こいつダメ、やばい、うわネズミまで殺された、なんだって言うんですかあいつ、危な危ね危ね、これマジ鳥肌なんだけど、リアクションをかっつんだよ、よしよしよし、ここに置きましょう、で俺でよかった、よしめっちゃ怖かった、今やってるイブより怖かった、全然怖い、よしでは早速ね神の塔順々と攻略していきましょう。 おっとでもこの塔結構もう実況者殺しかもしれませんね、もう結構俺もぜいぜいなんだけど、でここの扉がありましたからここに入りましょう。ねここどうやればいいんだったっけ、これ結構もう昔からね、もう2年ぐらい起動してなかったから、こっちに行けるか、ああ鍵が閉まってる、てか ローかなこれは、扉が光ってるぞ、よしここか、まあいろいろね、ああ道進んでいけば大丈夫か、ちょっと待って、こういうのは確かこのブーメランが役に立ったと思う、ブーメランでこう気絶させてこうドカン、オッケー、爆弾こいつの中から爆弾出てくるってどういうこと、多分こいつが必要だと思うからこれ持っとこう、よし飛んで、ん見えないな、こいつら怖いって、もうここにいるやつ全部怖い、もうおよここは確かもういきなりこんなステージか、ちょっと待ってね、これはタクトが必要ですね、でタクトをこう持ちまして、違うな、
神の道しるべを求める者よ、 R で我を呼び起こし正しき道に場所に導け。カモン。なるほど、思い出してきたぞ。でこいつが、あ、こう可愛くついてく、きますからね。こうさあ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 、落ちるなよ。こっち、よし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 、大丈夫、オッケー、よしよし、いいね、その感じで。ここまで呼び寄せたらどうするんだったっけ。でこれでこれ、あ、持ち上げると、でこのままジャンプ飛べるな、よし。それで、お、待てよこれこいつ持ってどうするんだったっけ。どうしようかな、先生に頼ろうか。ちょっと待てよ、このまま持ち込めるんだよこいつを。あー、なるほど、わかった、さっきの部屋までこいつを持ち帰るんだけど、こいつらがもうほんともう、あちょ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 とか言ってからもう、もうちょ、こいつらもう潰しますと。おいよお前ら、おっと危ない、1匹2匹、2匹、3匹、4匹、オッケー。あ、まず当たれなかった、もう1ルビーゲッチュ、よしべ、オッケー。でこれをね、扉と同じ光ってますでしょ、この中というこの外がね。でこれ持ち込んで、でこれをほらここまで来たら勝手にね進みますから。どういう原理なんでしょうね。はあ、いやしかしあの裏技が成功してよかった、はあ、もう一安心。の、あ、ここで初めてあのタクトが必要になると。でもホアいらないからね、ホア消そう。よし、ここの階段を上りまして、このタクト振りましょう。左真ん中、右真ん中ね。うわ、違う、あ、オッケー。これ確か操りの歌かなんかだったっけな。出た、操りの歌を覚えた。次はあっちね、扉の先に待つしもべを操り正しき場所に導き、神への道を目覚めさせよ。消えた、だと。で次に光ってるとこを行きましょうかね。確か、あ、こっちだな。ちょ、体力が危ないから。おっと、都合よくハートが出てきたでござる。こっちもか、おお、よし。もうこれ時間が結構微妙な感じがするんだけど、これ大丈夫かな。ね、ここは確か鍵詰めロープが、お前らちょっと待てってお前ら、ブーメランが効かない、あー、剣がこれは効くってね、オッケー、了解。でこいつら危険だけど、あいつら、どうしようかな、ここに引っ掛けます。もう時間がね結構もう差し迫ってきてますから、手短に行きましょう。来いよ、もう一発ぐらいね食らってやる。よし、お、これはここにああなるほどね。さてここをね、もう一つの銅をさっきのとこまで収めるところまでで、今回は終わりにしましょうかね終わりにしましょうかね。よし、ここに引っ掛けます。緊張の連続、よいしょ。でここで初めてさっきの歌を歌います。いけるか、時間はないぞ、さっさとするんだ。うわ、なんだと、どういうことだ、ん、ここに立てるよね自分。ん、
なになに、うわー、ループか。あ、呼べると。こうついてきますからね。ここで初めてこれを使うとね。なるほど、これで近くにあるから大丈夫でしょうね。はあ、来た。よしよし。ああ、違う、間違えた。僕がですよ、僕がここに立ってからあいつを向こうに運ぶわけです。まず振りましょう。これで操れば、よし。で、この光の橋ができてるからここ通れるというわけでござる。うまくできてるでござるね。ござるござるござるでござる。よし、戻る。で、あとは自分はね、鍵爪ロープで帰ればいいというわけでござる。すっとべ。よし。てかな、これ時間がいよいよやばいんだけど。まあ、霧のいいところで終わりたいのだが。で、ここに光のつぶて、ここ置く、置けないな。よし。で、鍵爪ロープで次は向こうに渡りたいと思います。こっから引っ掛けられるのか？よし！で、ここで止まる。一回止まる。で、方向転換。ここはね、あの海賊団のニコが教えてくれたテクニックで行きたいと思うよ。自分ね。さあ、飛べ！よっしゃ！ガラッと開いたら、そこには何が待ってるのかな？雨上がりの午後。まあ、中ボスですね。こいつをぶっ倒せば何か宝箱がね、ウィ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 って出てくるはずでござるから。さあ来い。もう時間はかけてられんぞ。ここ。おおほほほほほ。鎧は剥いだ。避けるね。何？いや、体力も少ないな。ばあちゃんのこれはあるけど、もう冷えてそう。いいね。こいつはね、あの剣がなくても格闘はできますからね。結構強いですよ。まあ相手にはならんがね、俺の。おお、うん、よし、倒した。早え、手応えね。シュピンと開いて、出ますよ。この宝箱の形は、このもう宝箱の、この宝箱でさえもう、この売りに出したらもう8万円ぐらいで買えるんじゃないかな。売れるんじゃ、あー、しまった。これ取らなきゃね。よし、じゃ宝箱開けましょう。いつもの出ますか、エバラのごまだれー。いかん、この風のタクト高い、音程高い。勇者の弓を手に入れた。セットしたボタンを押すと構え、そう話すと矢を発射。いや、最高、30本まで持てる。というわけで弓ゲットしましたね。やったねー。こういう感じでこう構えれて、パンパン撃てますからね。よし、というわけで今回も弓手に入れたわけですけどね。もうね、よし、しっかりしろ。はい、というわけで今日はね、ちょっとなんか駆け足っぽく言ってしまいましたが、今回もご視聴ありがとうございました。でですね、動画ね、いつも僕出してますけど、このいつもね、コメントしてくださる方がいっぱいいるんですよ。もうそれほんと感謝しててですね、もうほんと毎日毎日読んで。でもね、返信とかしたいんですけどもね、まあ、あそこはなんか自分の動画を見てくれた皆様が書き込める、なんかその、言うたら聖域みたいなね、この僕はなんか踏み込んじゃいけない感じがして、なんか返信はできてないんですけども、まあ、いつもね、見てますので、これからもよろしくお願いいたします。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。